どうも。アンカー得意じゃないけど、アンカーできると思われてる選手っているよね。で、おなじみレオザフトボールでーす。ね、ミランのあのバカ横のあのなんかミランの人たちからのこう捉えられ方だったりですとか、あと今度ラビオを取るみたいな。なんかラビオに関してはですね、あのバルセロナとかも噂で出たじゃないですか。結構特徴言いにくい選手なんですけれども、あの受けるべき場所でボールを受けながらテンポよくさばいてゴール前にも出ていけるみたいな、バランス感覚と攻撃性能を持ってて、ね、あのできないプレーしないみたいなね、あの無理をしないことが能力ですっていう、自分ができることちゃんと分かってますみたいな、そんな選手なんですよ。バカ横こうですね、そういうインサイドハーフで考えてないとなると、今噂が上がってるラビオっていう話になりまして、ボナベントゥーラはってなるかもしれませんが、ボナベントゥーラの場合は今度使われる側の時にね、あのストライカーが開けたポジションに入ってくっていうところでの仕事はいいんですけれども、こうね、ここに出すべきっていうところの、パスコースとかがもう空いてるうちに出さないで塞がれちゃうみたいな、そういったところ結構ありますので、その辺でね、もしかしたらミランがラビオを狙ってるっていうのは、そのね、戦略上、そのピッチ上で起こってる出来事から考えるとリアルな話かもしれません。というわけで結構真面目な入りになりました。トークザフットボール、今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日はまず香川がですね、この代表ウィーク中にですね、開かれたあの練習試合でですね、2アシストの大活躍をしたということで、その話からしていきたいと思います。香川戦力外とかいうふうにも言われていますし、セビジャへの移籍が、噂されたりもしました。ただですね、このドルトムントの今のですね、まあ浮上を見ているとやっぱり香川必要だなっていうふうに思うんですね。まずドルトムントのスタメンご覧ください。はい、こちら前節ですね、スコアレスドローになってしまったんですけれども、こういった布陣でして、香川が入るとしたらですね、4-1-2-3 の、ツインサイドハーフ、もしくはですね、このフィリップが入っている、真ん中の位置にゼロトップのような形で入るのが、まあ香川的にはやりやすいのかなというふうに思います。ただ今回の練習試合では 4-2-3-1 のトップ下で起用されたようなんですね。そういったところで、すごく活躍したと。あの狭いスペースで、こうボールを受けてターンして周りを生かすパスをたくさん出していました。でですね、今回この布陣には乗っていないんですが、バイグル、パリサンジェルマンの移籍がね噂されていたりとか、マンチェスターシティが狙いに来てるっていう話があった、アンカー、このねビツェルのポジションの選手なんですけれども、その選手が残留しまして、まあ、怪我もあったんですけれども、そこをですね、まあ、乗り越えて、このですね布陣に入ってくるとしたら、ビツェル と、バイグルのダブルボランチという形で、バイグルのねあの市場価値を落とすと今後のね、移籍市場での、まあ、あの取れるお金に関わってきますからっていう、ダブルボランチを使うっていう風になりますと、4-2-3-1のトップ下のポジションが、得意な香川真司にすごくチャンスが来るという、まあそういった構造なんですね。で、プラスこの 4-1-2-3 のまま行くとしたらという話なんですが、まずこのフィリップのポジション、フィリップも頑張ってやっているんですが、このポジションにはパコアルカセルという選手をバルセロナから取りました。非常にね動き出しのいい選手です。あのボールがね、出てくる瞬間にタイミングよく裏に出ていける選手ですので、そういったところで、パコアルカセルが、真ん中のね、候補だろうと。またですね、プリシッチなんかが使えると、ロイスが真ん中に使われて、プリシッチが左だったり、まあボルフ、プリシッチはここね、あの入れ替えることもできますし、まあね、このウィングが豊富なドルトムントなんですけれども、そうなってくるとやっぱりこのダフードのポジション、ダフードってなってますけど、この選手と香川が、このね争う形になると思うんですね。ディレイニーがですね、すごくあのバランスがですね、バランスを取ることがうまいですね。ミッドフィルダーで左足でのキックの精度も高いので、ディレイニーが下がり目のね、比較的プレッシャーを受けにくいところから、パスを散らす。で、香川が中に入ってきて、バイタルエリアだったりハーフスペースなどのライン間でボールを受けて次の攻撃を展開すると。ロイスなんか結構中に入ってきますし、ボルフだったりアルカセルは、結構ね裏に出ていきますので、そういったところでロイスとコンビネーションしつつ裏に出ていく選手を使う、また、キープしている時にサイドバックの上がり使うとか、いろんなやり方がですね考えられるので、香川っていうのは僕が日本人だからね、ちょっとこう持ち上げてるみたいになりがちなんですけど、本当にね、戦術上ドルトムントのですね今の攻撃をレベルアップさせることが確実に可能な選手だと思ってます。なんでダフードだったり、ここに乗ってないですけどゲッツだったりとか、そういった選手たちのポジション争いになると思います。ただ、ドルトムントの問題はですね、僕はサイドバックにあると思ってるんですね。試合通して見ていますと、やっぱりサイドバックの上がりのタイミングだったり、幅を取るタイミングだったり、こういったところでですね、ちょっとポジショニングが悪いっていうところが目立つのが、このシュメルツァー、ピッシュチェクでして、この2人
足元の技術は高くありません。そうなってくるとこのポジションの選手をどうするのか。レアルから取ってきたアクラフは買取オプションついてないですし、1年間限定ですので、そういったところで優先順位は高くないと。でトリアンの方も信用されてないで、プラスゲレイロ、あのポルトガル代表でのですねパフォーマンスを見ると左サイドバックではあまり良くありませんね。もしかしたら中盤、ディレイニーだったりこのダフードの位置で、考えられていると思います。ゲレイロがですねあのトゥヘル時代の絶好調のパフォーマンスをですね取り戻すことができないならこの布陣にですねするしかないっていうのが、ファブレ監督の考えかもしれませんが、僕はですねこういった布陣、はい、3バックですね、3-4-3、まあ、香川真司が下がってきたら3-5-2になるような、そういった布陣です。ファブレ監督ニース時代に3バックも使っていますし、4-1-4-1、4-2-3-1、いろんなフォーメーションを使っている監督ですので、このですね 3-4-3-3-5-2 みたいに、こういう風に見えるシステム全然ね、選択肢の中にはあると思います。サイドバックを削る分ですね3バックにして、ウィングバックをですね採用しました。なのでこの3バックのですね真ん中にバイグルを使う、まあ、あのフランクフルトでの長谷部的な扱われ方ですね、それで相手の布陣とか、やり方に合わせて、バイグルが1列上がって攻撃時に 4-1-2-3 のような形を取ることができます。ただ守備の時にはですねやっぱりプリシッチ、ゲレールのところが、不安ですので、そういったところで5バック気味になると、まあ、こういった布陣ですと、両サイドの、まあ、左のゲレールのキック精度、右サイドのプリシッチのですね、この突破力を活かせると。どうしてもですね 4-3-3 とか 3-4-3 の、中の選手になると悪くはないんですけど、ハーフスペースで狭いところで受けて周りを活かすみたいな、そういったプレーがですねそこまでプリシッチの良さを生かしているように僕は見えないんですね。前にスペースがある状態で仕掛けさせて、そこからですね大胆なプレーの選択肢を取ってもらうっていうのがプリシッチの良さだと思いますので、その辺で僕はですねプリシッチウィングバック、あの守備への献身性もありますし、全然いいと思ってこれを採用しました。でこれになりますと香川真司が、ワントップの位置から降りてくるので、こうマークが曖昧なところで周りの選手を使える、プラス、ロイスと近い位置ですし、このような形にしたらパコアルカセルを使いつつ右のインサイドハーフから中に入ってきてプリシッチが上がるスペースを提供するみたいな、まあそういったやり方もできますので、香川真司が生き残るためにはサイドバックの人材が伸びてきてほしい。そうじゃなかったらシステムを変えてですねウィングバックを使うことによってドルトムントの弱点も補うことができるみたいな、そんなやり方合うと思いますし、やられていく可能性もあるなというふうに思いまして予想提唱してみました。というわけでここからは日本代表の話に移りたいと思います。北海道のですね、イブリー東部地震の影響で、チリ戦が中止となり、急遽通常練習で紅白戦を、森保ジャパン行いました。でフルコートの11対1の紅白戦で完全公開ということだったので、そのですね前半の布陣紹介します。こちらです。はい、青がビブスなし組、そして白がビブスあり組の前半の布陣でした。で気になるポイント話していきます。まずですねビブスなし組の森田選手のポジションですね、川崎フロンターレでダブルボランチの一角、になっている森田選手なんですけれども、右サイドバックにどうやら入ったようです。でこのビブスあり組がですね、結果から言いますと1対0で勝利したようなんですね。そういったところで、まあ、その時はですね、オーバーラップした佐々木選手に天野選手がパスを出して、で、その折り返しに対してですね伊藤純也選手が、走り込んだゴールっていう形だそうなんですけれども、やっぱりこの森田選手が右サイドバックに入った、で、右のボランチには三沢選手が入ってるということで、まあ、上田選手と、富谷選手の間に三沢選手が降りていったり、上田選手と森田選手の間に富谷選手が降りていって、で降りていったところから上がるのか中に入っていくのか、まあ、前のね伊藤純也のサイドアタッカーのキャラクター考えたら中に入っていって偽サイドバックみたいな形もやっていたのかなみたいな、そういったまあ妄想膨らみますね。こういった森田選手がですね、こういった司令塔タイプのパスをテンポよく散らして、味方につけて、リズムを作り出すタイプの選手がサイドバックにいるっていうのがですね、ちょっと日本のね、森保ジャパンがやっていこうとしているこの新しい形が、垣間見える瞬間ですし、また、森田選手がですねこの青山っていうですねこう急所を狙うパスを低い位置から、こうねどんどんついていこうとする選手、こういった選手と会うことによってちょっと川崎の試合見ていると課題に見えるですね、その一気にキーパスを狙う能力、昔より全然狙うようになってますっていうコメントもいただいたんですけれども、それでも最近の試合見た僕から、感じる印象ではですね、僕が感じる印象ではもっと狙えるっていう風にですね思ってしまう、もっと狙っていけるポテンシャルのある選手に、見えますので、そういったところで青山選手と会ってこのね、合宿明けに1段階2段階レベルアップしている森田選手、今後レベルアップする、このね、この材料をもらった森田選手っていうのをちょっと期待してしまいます。そして後半です。こちら、はい、
上側がですねビブスなし組、下がビブスあり組で、前半後半でこの入れ替わったところを分かりやすくするために色はそのままにしてありまして、第3ゴールキーパーのシュミット・ダニエル選手が、入ってきましたと。そしてですね、ここで気になるのはやっぱり1、2列目の流動性、特にですね下側の杉本健佑選手はちょっと怪我で離脱してしまいましたけど、おそらく、試合になったらコスタリカ戦になったらここに小林優選手が入ってくるので、小林優選手の場合前線でどんどん動き回るじゃないですか。で2列目の堂安だったり中島っていう自分で仕掛けられますけれども飛び出していく選手がいて、で伊藤達也っていうドリブラーがいてっていう感じで、ここのですね、まあ、使い使われの関係っていうのが楽しみなのと、あとですね、まあ、ここに伊東純也選手とかが右とかに入ってきたら、あの柏でよくあるですね右から仕掛けるときにクリスティアーノがこう斜めに走っていって、それでですね相手のセンターバックがそれについていくとできるコースのところに入っていってカットインシュートみたいな、そういった形、これがですね今まあ伊藤純也選手で説明しましたけれども、まあ右が堂安だったらより一層やりやすいですし、中島選手もここでできると。なんでやっぱり小林優選手っていう動き出しがですね多い選手によって2列目の選手が生かされてっていうですね、まあそういった形をですねすごく期待します。でプラスゴールの取材で堂安選手こういうふうにコメントしています。感覚を慣らしていかないとダメですし、少なからず日本人と外国人の選手のパスを出すタイミングの違いがあるので、そこは今までの感覚をって感じですというわけで、そしてポジションで言えば日本人とやっていた方がやりやすいと、ズバリその理由として、外国人の選手はどちらかというとボランチの人が空いてたら運ぶことが多いので、それよりは早めにつけてくれるので準備をしていないといけないなと思います。これどっちがいいというわけではないんですね。ボランチが運ぶことによって引きつけて他の選手がフリーになることもありますし、逆にフリーの選手がいるのにボランチの選手が運んでしまったせいでその選手にマークがついてしまうということもあります。このですねコメントからですね、ちょっと日本人のですね、まあ、特性と、弱点というのが見えてくるんですね。その弱点というところが僕は運ぶドリブルとサイドチェンジだと思っています。これがどういうことか、このですねフォーメーションのボード、この動画で使ったことありますので、今回はこれを使って説明したいと思います。はい、では説明します。このですね、まあ日本代表が 4-4-2-3-1 みたいな状況ですね。4-2-3-1 みたいな状況で、青の方が日本代表で、赤が、守備をする側、どこのチームでもいいんですけど 4-4-2 のように守って、黒がボールです。で、前から守備、プレスにこらえた時の話なんですけれども、例えばですね4バックに対して、まあ、逆サイドはほっとくとして、このボールある側の選手こういう風にねはめられるパターンあるじゃないですか。ってなるとここでですね詰まってしまいますので、よくある形としてはですね、前線の、サイドアタッカーの選手が中入ってきてサイドバック寄せると、で空いたスペースにサイドバックが上がる、日本のサイドバックが上がってそこについていく、そうなるとここにスペースができますね。ここに対してボランチの一角が降りていって起点を作るみたいな、こういったやり方、例えばこれだと日本右サイドですけれども、レアルとかでいうモルドリッチが、やるやり方ですね。ってなると、相手中盤の選手、組織立ってるチームだとここねボランチが出ていって、その空いたスペースをスライドして埋めるみたいな、そういったやり方をしているチームがあります。まあ、アトリチコマドリードとかこのやり方しますね。こういった時に、このね、プレスをかわすやり方として、一つはですね、やっぱりサイドチェンジ。この空いているところに、ここに出せるかどうかによって、一気にこのスペース持ち上がることもできますし、こうどんどんね、フリーの選手が出てくるみたいな状況が生まれます。ただ、これがですね、日本の場合は結構逆サイドを見られてなかったり、最初からその選択肢がないみたいな、キック力の問題とかいろいろ言われますけれども、そういったところの改善、まあ、中盤の選手だったりサイドバックの選手が逆サイドへのこのね長いボールを蹴られるかどうかっていうのはプレスをかわすのにすごく重要です。でもう一つは単純にここをですねドリブル突破っていうか運ぶドリブルでかわしてしまうっていうやり方ですね。モドリッチクロスとかこういった選手すごい得意ですし、サイドバックだとセルジオベルトとかこういったですね、持ち運ぶドリブルすごく得意です。なんでこういった能力、日本の選手ね今後、世界のねトップクラスと戦うため、ベスト8とかを、こう狙うんだったら、こういった能力今後の選手たちには、求められる可能性が高いです。でこれが厳しいなら構造の変化でズレを作るべきだと思うんですね。どういうことかと言いますと、これもある意味ですね、このサイドバックが上がって空いたスペースに中盤の選手が降りてくるっていう構造の変化でズレを作る、それに対応されたパターンの話なんです。これがですね3バックですと、例えばこういうねブルーの方が森保ジャパンだとして、今回の布陣では、採用されていませんが、3対2の状況で数的優位でボールをですね、運ぶことができる。ただここにですね
1枚上がってくるパターンとかありますね。そういった時のためにここ広がって、中盤が降りてって4対3を作るみたいなのが、まあ、ミシャ式とか、森谷さんがやっている、3バック4バックの可変のシステムで、そうなった時にですね、例えば、ね、中盤の選手が降りてくる、ウイングバックが中入る、逆サイドのセンターバック上がる、ここに長いボール出る、落としたところチャナティップミドルシュートみたいな、そういったやり方がありますので、3バックから4バックにして、そこからセンターバックが上がってみたいな、ここまで構造の変化を使ったやり方してるチームっていうのはヨーロッパでもないんで、その辺はミシャ式のサッカーすごいなって思いますし、それを代表チームで森保さんが、できたら、それこそ世界を驚かせられると思います。ただこれをですね、すぐにできる必要はなくて、例えばワールドカップで躍進したロシア代表、ずっと5バックやって4バック隠してましたね。そういった隠し球の一つとして、こういった 3-4-3 という形を、進めつつ、普通にオーソドックスな4バックでずっと予選とか戦ってっていう、まあそういった形が、ベタだと思いますし、これから必要なのはやっぱりウイングバックの人選。今回は、U21 の大会がありましたので、その辺でですね、視察は途中から、このね、他の人たちに任せたって話を森保さんがしています。なので今後ですね、ウイングバック、今回はやっぱり車屋だったりとか佐々木っていうですね、サイドバックセンターバックの選手たちが左に選ばれたので、あまり使われる、この3バックっていうところのウイングバックっていうのはあんまり得策じゃない人選になっていますが、ここからですね、 J で結果を残している、札幌の菅選手だったり、横浜の山中選手だったりとか、まあ今僕が名前に挙げた以外の選手、今度ねきっちり調べて皆さんにお伝えしますけれども、そういったウイングバックでですね、輝く人材っていうのが、まあ、出てきたら、こういった構造の変化でですね、こう運ぶ能力、サイズチェンジとかなくても補えると思いますし、ただ戦術に頼ってこう伸ばさないっていうのは結果的に痛い目見ますので、まあどちらもやりつつ、最終的にはですね、両方できて、相手チームに合わせていろんな戦い方を選べる森保ジャパンになってほしいなっていうふうに思います。こんな感じでレオザフットボールでした。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。